はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日は最近の購入品っていうのをご紹介していきたいと思います。結構ね、買った、結構いっぱい買ってたので購入品動画見ていこうと思います。ではね、まず最初は私ちょっと何日間だけ弾丸で日本に行ってきたんですけども、その時の免税店で購入した RMK のメイクアップベースですね。これ結構すごい人気だし、日本の雑誌とかでたくさん取り上げられてるのは分かってたんですけども、どれぐらいいいのかなってちょっと気になってたので、このメイクアップベースを買ってみました。で、今メイクしてるこのベースで使ってます。すごくね、自然に仕上がるし、ファンデーションをちゃんとこう密着させてくれるような、そんな感じがして、だからといって重くないので全然使いやすいなと思って、とっても満足してます。購入品の2つ目はこの RMK のリキッドファンデーションの101の色になります。これもね、一緒で使った方がいいかなと思って、結婚式当日もこの2つを使っていこうと思ってます。それでは購入品の3つ目はね、キャンメイクのこれなんだけど、なんかキャンメイクで長年そういえば買い物してないなと思っていて、このね、秋冬カラーがとっても可愛いなと思ったので、今度秋冬カラーでメイクしてみようと思います。あとはね、購入品の4つ目のこれもキャンメイクなんですけど、まあおなじみのキャンメイクのクリームチークですよね。私もピンク色は持ってるんですけど、なんか赤のこの CL01 っていうお色を、赤のお色は持ってなかったので、この機械に使ってみようかなと思って購入してみました。それでは購入品の5つ目はね、ファシオのリキッドタイプのリキッドとパウダーがこう2-in-1 になってるというか、こっちがリキッドタイプ でこっちがパウダーになってるタイプのアイブロウになります。なのでちょっと使ってみたいなって前から思ってたので購入してみました。6個目はね、スキンケアなんですけど、じゃじゃん、そうなの、ついに私も SK-II デビューしちゃったの。なのでね、これはピタラエッセンスセット日本限定バージョンで、成田空港で買ったんですけど、このサイズのお化粧水をね、1本だけで買おうと思ってたんだけど、そしたら500円出したらこのキット絶対お得ですよって言われて、同じサイズのお化粧水と、あとマスクとクリームと、あと洗顔フォームがついてるキットなんですけど、ちょっと私も SK-II は前々から使いたいなと思ってたので、この機会に免税店で購入してみました。ところすごくいいですよ。じゃあ7個目はこのジョマローンでいいのかな、ジョマローンの香水なんですけど、これね、前にサンプルで試したことがあって、でその時の私の肌に残った香りがめちゃめちゃ良くて、で、これ私の肌にすごい合う香水だと思って、次免税店行ったら買おうって思ってたので、これ免税店で購入してみました。ちょっと高めなんだけどね、でって言っても一流ブランドと同じぐらいかな。結婚式の時につけたいなと思って、こちらになります。匂いはね、動画で伝わらないからさ説明ができないんですけど、いい気持ちになれる香水に出会ってしまったなって感じです。はい、それではこんな感じの最近の、ほぼほぼ免税店と、あとはドラッグストアかな、免税店とドラッグストアの購入品紹介でした。結構私もね、新しく挑戦するデパコスというか、ちょっと高めな、ブランドがあったので、そんな感じで挑戦してみました。皆さんの参考になったら嬉しいと思います。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。